これから、まあ、久々ですけど今年初で岩洞湖の方に向かいたいと思います。一応年間ももう更新しないといけないんで、それとあとなんかワカサギのなんかアイテムでいいのあったら見てこようかと思います。じゃあ行ってきます。到着しましたね。これは一応結氷はしてますね。してますけどちょっとまだ薄すぎます、ね、明日から多分寒気が来るので一気に凍るんじゃないかと思います。ちょっと厳しいな。まだこれはちょっと薄い。歩いたら落ちそうですね、完全に。ちょっとどうなんでしょう。水位は低いですね。多分注水もほとんどしてないんじゃないか。注水これ多分氷は少なってると思うので、多分あと寒気さえ来れば一気に熱くなるとは思います。20日に着にしたら20日解禁日だったんだよね。だから今年は反省して早く頼みましたけど、今年こそ遅れますね、この調子という感じです。でも今日から販売します。ないって言われるからね。いや滑らないように早く言うけど表情が滑ってますよ。表情が残念。3月みたいな景色になる。そう知ってたの？あれ、LINE とかさ、インスタとかになるとさ、ニックネームとか使うようなアメブロもそうだけどさ、ニックネームだとさ、この人の名前が沢淳真な。6度、凍ってますね。溶けてはいない。外山武士発祥の地、外山武士発祥の地で今日はまだお参りをしてなかったんでちょっと来ました。今日岩洞湖に一
行ってきたんですけど、気温が低い、高いですね。6度、5度、5度くらいかな。でもなんか今日から一応寒気が来るそうなので、多分ちょっと水も浮いてるんですよね、氷の上に。それが一気にもう冷えちゃうと、いい氷ができるのでちょっと期待大ですね。まあこのマニア的にはちょっと期待できるんじゃないかなと思います、ね、ちょっとやっぱ氷の厚さが薄い感じするんですけどね。でも多分これから寒気来れば十分凍ると思います、ね、それで解禁日予想ですけど、去年が確か1月の22とか3だと思ったんですけど、結構大志田ダムと1日違いだったような気がするんですけど、今年は予想ですと1月のやっぱ下旬ですね。多分大志田が1月の26予定してるので、多分その後だとしても27とか8、ちょっと曜日見てないんですけど、だいたい曜日だと土日に解禁することはまずないんで、多分水曜日か木曜日あたりですね。曜日的にはそうなるんですね。的にはやっぱ26とか7ですね。で28が土曜日なんで、で遅れればやっぱり2月1日とかになるのかなと思います、ね、ちょっとそこら辺はどうなるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、寒気に期待したいと思います。ちょレストでチラシ見たんで、まあ、桜台、まあ、たこ焼き買ったことなんですけど美味しかったんですよ、すごい。結構刺身とかもいいみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。まあ桜だよ、買っちゃいましたね。刺身とか安いと思います。あとたこ焼きちょっと値引きしてたんで、よかった。安いと思います。安いし、なんか結構新鮮ですね。ミニトロ